オラコマスター、ソロロゼッタです。メキシコ在住の駐在妻でございます。今日の話題はそう、タイトルにある通り、ロゼッタ、妊娠しまして。はい、こんな感じでですね、臨月でございます。1週間後に生まれます。はい、そんな感じで、お腹、大きくなりました。はい。というわけで、皆さんびっくりしたかと思うんですけども、そう、ロゼッタですね、SNS では一切自分の妊娠発表しておりませんので、分からなくて当然でございます。まあ、それを置いといて、今日のこの撮影している場所なんですけど、今日はですね、2階の筋トレルームからお送りしております。これなぜならば、ただいま2024年6月なんですけども、そう、メキシコ異常気象でございまして、クーラーがないともうね、部屋にいられないわけで、皆さん過去の私の動画を見てる方はわかると思うんですけど、1階のいつも撮影してるね、庭がバックの場所にいると、エアコンがなぜか庭についてるので、リビングとダイニングがめちゃくちゃ暑いのよ。31度ぐらいあるのよね。だからいつも私2階のこのね、エアコンが効く部屋で作業してるんですけども。というわけで今回の撮影場所はこちらの筋トレ部屋でございます。ちょっとね、音がハウリングする部屋なので、ちょっと聞き取りにくかったら申し訳ないんですけど、ご了承ください。というわけで、まあ私はね、妊婦生活をメキシコで送ってきたわけなんですけれども、そもそもね、妊娠が発覚したのが、私去年一時帰国日本にしてまして、メキシコに帰ってきた時に、どうもね、気持ち悪くて、体調悪かったんですね。はい。で、まあ多分一時帰国でさ、皆さん美味しいものとか美味しいお酒とか食べるじゃない？飲むじゃない？だから、もう完全に二日酔いだなって思って、まあ5日間ぐらいね、ずっと苦しみながらね、体調の悪さを我慢してたんですけど、いや、これはそろそろおかしいなと思って、病院に行ったら妊娠発覚という感じでございます。はい。私もびっくりしました。はい。そんな時に、あれ？妊娠したのはいいんだけど、嬉しいんだけど、メキシコで産んだ方がいいのか、日本で産んだ方がいいのか、どっちなんだろうっていうね、そういう考えになりまして、まあいろいろ情報を集めようと思ったんですけど、なかなかね、このメキシコで産むメリット、デメリットについて語ってる人があんまりいなかったので、今回動画としてまとめていきたいと思います。実は妊婦生活でですね、全然ですね、フォロワーさんとかに結構会ってたんですけど、全くバレなくてロゼッタ。はい。2024年1月に、まあ、毎年行われる商工会が開催する新年会があったんですけど、まあ、こんな感じでですね、いろんな方とフォロワーさんと写真を撮りまして、皆さんありがとうございました。声かけていただいて、もう本当に嬉しかったんですけど、誰一人あの時私の妊娠を気づいていないと思います。はい。妊娠しておりました。というわけで、全然お腹出てなかったでしょ？はい、あの時5ヶ月ぐらいかな、妊娠5ヶ月ぐらいだったと思うんですけど、その後も、モンテレとかアグアスカリエンテスとかにフォロワーさんに会いに行ったんですけど、全然気づかれなかった。妊娠8ヶ月ぐらいではあんま気づかれなかったっていうね。まあそんな妊婦生活を送っておりました。まあそもそもなんで私が、まあ、YouTube や SNS で妊娠報告をしなかったのかっていうと、まあほら、人それぞれ、まあ、性格とかあるじゃないですか。私はまあ無事にベイビーちゃんが生まれてから発表したいタイプだったので、まあそしてね、ソーシャルメディア SNS 私 YouTube とか Instagram やってるので、本当に仲のいい数人にしか言わずに妊婦生活を送りたかったんですよ。っていうのも、あんまり不特定多数の人に発表しちゃうと、万が一妊婦生活に何かあった時に、まあ、最悪よ、縁起でもないこと言うけど、こう流産とかさ、まあ、最悪よ、ママが病気になっちゃったり、子供、ベビーが病気になっちゃったりしたら、それも発表しなきゃいけないじゃんって思うと、私は本当に静かな妊婦生活を送りたくって、信用してる人にしか言ってませんでした。なので、このタイミングで、ね、発表になっております。はい。というわけで、今回話す内容はこちら。2、メキシコで産むメリット、デメリット。3、メキシコで産むと決めたロゼッタの理由。4、出産費用、検診費用、検査費用について、この4本立てで語っていきたいと思います。今回の動画を見ることで、日本で産めばいいのかな、メキシコで産もうかな、と悩んでる方に少しでも参考になれたらいいなと思います。では、行きましょう。はい、というわけで、本題のメキシコで産むメリット、デメリットについて話したいと思います。これはあくまでも私ロゼッタが感じたデメリットメリットなので、人によっては私のメリットがデメリットかもしれないし、私のデメリットはメリットかもしれませんので、
まあ、その点をご了承の上参考にしてみてください。まずメリット1、メキシコと日本の両方の国籍が取れるです。はい、まあ、メキシコで生まれるとメキシコのパスポートと日本のパスポート両方取れるよっていう、両方の国籍が取れるよっていう、まあ、かっこいい響きの生まれになるって感じですかね。うん。次、メリット2、まあ、駐在中なので日本に戻らずに出産できるっていうのがメリット2ですね。これどういうことかっていうと、まあ、日本で産むとなると、まあ、駐在中なので、まあ、大体何ヶ月で戻るか分かんないけど、大体7ヶ月、妊娠7ヶ月とか8ヶ月とか、その日本の病院が指定した期間で戻らなきゃいけないらしいんですけど、それって病院によってね、いつもいついつまでに受診に来てくださいって言われるんで、私調べたんですけど、まあその日本に戻る期間があると、奥さんがね、で産みますと、で日本で産むときに、まあ駐在中の旦那さんは立ち会えるために日本に一時帰国するらしいんですけど、まあ2週間ぐらいだよね、多分ね、会えてもね、子供と。私に、駐在中の奥さんにね。で、また旦那さん帰ると。で、しばらく日本で子育てをして、またメキシコに戻ってくるっていう、まあ、手間を省けるってことですかね。こっちで産むと。で、特に、まあ、私はこれ一人目ですけど、もし兄弟がいる方は、メキシコで学校あると思うんで、その学校を休ませて、里帰り出産をするって、まあ、なかなか大変なことだと思うので、まあ、そういった、まあ、手間が省ける。メキシコで産むとね、ずっとね、駐在しながら、メキシコで産んで、で、兄弟がいるんだったら、学校も休まずに済むし、旦那さんともね、一緒にこの妊娠生活をね、見てもらえると、助けてもらえると、で、家族で一緒に、子育て、何、その妊婦生活を、送れると、そういうメリットがあるかなと思います。メリット3、これはね、ちょっと出産、話じゃなくて出産後の話になっちゃうんですけど、メキシコってベビーケアが充実してるんですよね。このね、ニニエラ・エンフェルメラっていう、まあ、看護師とか保育士っていうのを、という人を雇えるんですよね、家に。で、私は、事情がありまして、うちの親がですね、出産後来れないので、エンフェルメラ、看護師を雇います、うちに。そう。なので、ちょっと安心かなっていうのがあります。まあ、普通はね、日本からご両親がヘルプに来ると思うので、その心配はないんですけども、まあ、一応ね、このベビーケアの看護師とか保育士とかを家で雇える。しかもね、日本より全然安く雇えるので、まあ、人によるかもしれないけど、まあ、私はね、結構安いなと思ったんで、まあ、ベビーケアとか、このね、ママのケア、出産後のママのケアとかしてくれるシステムは結構整ってるかなと思います。あとね、出産後に日本ってさ、この乳幼児を抱えて、いいレストランとか行くと泣いちゃうとさ、結構嫌な 目で見られるとかあるじゃないですか。でそういうのないから、メキシコみんなベビーに優しいから、もしね、ベビーちゃんが泣いちゃったとしても、隣のお客さんとかあやしてくれるし、あとメセロメセラね、ウェイトレスさんとかがね、勝手に抱っこしてあやしてくれたりするので、もう日本じゃありえないんだけど、もう本当ね、メキシコは本当子供に優しい。うん。あとレストランによっては託児所がついてるんだよね。そう、だから出産後のそのママの生き方としては楽だなと。日本に、まあ、楽じゃないんだけど、まあ、日本で子育てするよりもメキシコで子育てをした方が出産直後はすごい楽に感じるんじゃないかなと思います。というメリットがですね、3つしかないっていう、すいません。私の中ではメリット3つしかなかった。はい、ごめんなさい。他にもしメリットある方いたらコメント欄で書いてくださいね。うん。次、メキシコで出産するデメリットですね。はい、最初から言っちゃうんですけど、ロゼッタにとってデメリットの方が多かったです。はい。じゃあなんでメキシコで産んでんだよって話なんですけど、それは後で話すとして、まずデメリット1。これ妊娠中の話なんですけど、食事が辛かった。うん。っていうのも、これ、まず大前提として、まあ、どこに住んでるかによって、ちょっとこれ、辛いか辛くないか変わると思うんですけど、私の場合は、私、レオンという場所に住んでいて、私の、家ですね、Uber Eats の範囲に日本食がないのよ。だから、特に辛かったのが、
つわりの時、つわりね、私妊娠3ヶ月目で終わったんですけど、もうその間がさ、もうさ、ご飯炊ける匂いとかも気持ち悪いし、まあ、夫の夕飯とか作るのがもう気持ち悪すぎて、人のご飯を作ることが、あの鶏肉とか見るだけで気持ち悪くって、だから本当は日本にいたら、もしつわりの期間に日本にいたら、もうそうスーパー行って惣菜買ったり、私大戸屋好きなんで、大戸屋で栄養たっぷりのね、お弁当とか買ったり、もうむしろそこで食べたりっていうさ、日本だとできることが私の住んでるこの場所ではできなくて、マジで辛かった、うん、でこれさ、例えばメキシコシティとかだとお弁当やってるところもあるしね、日本食の、あとモンテレーとかケルトロにもさ、日本食で、お弁当屋さんありますよね。だったらね、いいと思うんですけど、私はたまたまないのよ。レオンには今んところそのお弁当屋っていうのがなくて、日本食の。まあやっぱり食べるんだったらさ、健康オタクなんで、健康的な食事を取りたいじゃん。うん。だから、まあ、今日本にいたら、スーパーの惣菜屋行って、そうだな、照り焼きチキンと、春雨サラダと、ほうれん草のおひたし、買うなっていう状況で、買えないわけよ。うん、めっちゃ辛かった。うん。自分で作るしかなかったね。はい。でここで、ね、ロゼッタさん日本食あるじゃんって、レオンに日本食屋さんあるじゃんって思うかもしれないんですけど、いやさ、つわりの時ってさ、自分で運転するのも辛いよね。もうなんかもう何もしたくなくてさ、もうとにかくそのご飯を買いに行けなかったわけ。そうで、夫の帰りも遅いので、待ってると9時ぐらいとかになっちゃうから、お腹すくじゃん。そうだからね、何をしたかというと、ロゼッタもう本当に気持ち悪ながら自分で作りました。はい、自分の必要な栄養素、そして当時食べれそうなもの、あんまなかったんだけど食べれるもの、お茶漬けとかさ、食べてましたよ。はい、なんか大好きなブロッコリーも食べれなくなったからね、当時。うん。でもね、これね、一つねメリットだなと思ったのが、そのおかげで私体重がそんな増えなかったのよ。今、臨月で10キロぐらいかな ?10 キロぐらい、ぴったりぐらい。で、子供もそんなに標準の大きさだし、まあ、皆さん、まあ、ちょっとむくんだりないとか思うかもしれないんですけど、思ったより体重が増えなかったんで、自分でご飯を結局作ったから、体重のコントロールはできた。でも、辛い。はい。なので、テイクアウトができる場所に住んでるんだったら、ここで出産しても辛いの時問題ないと思いますけど、出産後もですね、同じ状況なんで私、はい、ご飯をね作ってくれる人を、はい、探しました。はい、テニス仲間のですね方が私の家にご飯作りに来てくれるので、まあ、そういったね、妊娠中のつわりで辛い時に食事どうするか、あと妊娠後期でこう動きにくくなった時に食事誰が作ってくれるのかとか、出産後1ヶ月よその時に誰がご飯作ってくれるのかとか、そういうのも考えた上でメキシコのね出産を考えた方がいいですね、うん、デメリットに、ベビー用品、マタニティ用品の種類が少ない、そして高いです。はい、まあこれも住んでる場所によると思うんですけど、このね先輩ママたちに聞くと、やっぱりねみんな種類が少ないのと、日本で例えば西松屋とか赤ちゃん本舗とかで買うよりも全然高いって言うんですよね。そう、私も感じた、それは。うん。で、ベビー用品とかマタニティ用品とか服ね、服とかどこで買えるかっていうと、まあ、大体こんな感じ、レオンだとこんな感じか、リベルプールとか、デパートだね、デパートとか、あと洋服屋とかに売ってるんだけど、やっぱり高いし種類は少ないかなと思います。で、私が何をしたかというと、妊娠中ですね、私2回アメリカ旅行に行ってるんですね、ヒューストンとラスベガスに行ってるんですけど、その時についでにベビー用品とか、マタニティ用品ですね、ズボンとか、マタニティのズボンとか買いました。うん、もう全然安かった、アメリカの方が安いし、種類が本当に多かった。うん、選択肢も多いし、アウトレットとか行くともっと安く買えるから、メキシコで買うよりもね全然いい買い物ができました。うん。あとは義理の父が妊娠7ヶ月目ぐらいでメキシコに遊びに来た時に、日本で赤ちゃん本舗と西松屋とか、まあ、その他もろもろ必要なものを買ってきてもらって、持ってきてもらいました、直接。はい。
こんぐらいしないとね、多分ね、ベビー用品とかマタニティ用品って日本と同じ状態のこう品揃えにするにはそんぐらいしないとちょっと難しいかもしれない。うん、私の周りだとこの妊婦生活中に一時帰国をしてなんかね必要なものを日本で買ってきて帰ってくる人もいるからね。私はですね、このメキシコでこう買えるものがなかったね、気に入ったものがなかったから、まあ、人によってはこのメキシコのものでいいと思うかもしれないので、まあ、そちらはですね事前に調べておいた方がいいと思います。デメリット3、これはね出産関係の話なんですけど、入院日数が少ない。はい、これはですね有名な話だと思うんですけど、メキシコに限らずアメリカもそうですけど、普通分娩であれば基本的に1泊2日、帝王切開であれば2泊3日で病院を退院します。はい、信じられないよね、日本だと1週間ぐらい皆さん入院してるじゃん。はい、なので日数が少ないので、このママの母体が回復してるかどうかがちょっとわからないとかさ、不安が結構多いなとは思います。うん、でももちろん延泊したければ延泊はできますよ。でも基本的にみんなね普通分娩だと一泊で返されてますからね、もうすごいよね、びっくりするよね日本人としてはね。うん、このね入院日数については私が実際に産んでみてどう感じたかっていうのを別の動画で上げたいと思います。余裕があったらね、余裕があったら。うん、デメリット4、言語問題、スペイン語か英語を話さなきゃいけないかもというところですね。これはちょっと語弊がないように言うと、海外保険医療サービスっていうのかな、海外医療サービスサポートっていうのかな、言い方はいろいろあると思うんだけど、とにかくその海外で病院にかかった時に病気とかね、通訳とか支払いとか手伝いますよっていうサポートがあると思うんですよ。それに入ってる方は日本語は使えると思います。でも基本的には医者は英語話せる人多いけど、その他ね、アシスタントとか受付のおばちゃんとか、病院の中にいる人ってほとんどスペイン語なので、まあ、言語がちょっと壁になる人は、うん、ちょっと負担かなとは思います。うん。で、ロゼッタは実際どうしたかというとですね、産婦人科を選ぶときに、私はお医者さん、主治医が英語が話せる人にしてくださいって言ったんですね。なので私は主治医と英語で話したので通訳いらないなと思ったんですよ。っていうのも今駐在生活4年目入って、まあ、大体スペイン語わかるようになってきたんで、受付のアシスタントのおばちゃんともスペイン語で話すのは問題今ないし、こう予約取るのも自分で予約取らなきゃいけないんですけど、それも問題なくできるし、まあ、血液検査とかね、尿検査とか検査室に行かなきゃいけないんですけど、その人たちが言ってることも大体わかるので私は通訳をつけなかったんですけども、メキシコ人のその医療サポートの方には支払いだけお願いしてました。うん、保険がね、会社の保険が効くからそこだけお願いしてたんですけど、言語に関しては私は壁はなかったんですが、あ、そうだね、たとえ通訳がついてたとしても、出産時、その分娩してる時に通訳が横にいられるのかいれないのかっていうのは病院によって方針が違うので、最悪ね、私が聞く限りね、分娩してる時は通訳いないんだよね。みんなそうじゃないかな、わかんない、通訳つけてた人います？多分ね、分娩の時は家族以外入れないと思うんで、分娩の時は英語かスペイン語になると思います。一番肝心な時に日本語が使えない可能性もある。だからそこは確認した方がいいなと思うのと、昔私が健康診断でその通訳をね、医療サポートの通訳をつけた時に、私が日本語で話して、その通訳の方がスペイン語で話してるのを聞いてた時に、まあ、ある程度スペイン語が分かってきた時期だったんで、自分が言ってることの 50% ぐらいしか言ってないなと思ったんですよね。まあ通訳する人によると思うけど、いやだったら片言のスペイン語で自分で伝えた方が、まあ、自分の伝えたいこと 100% 伝わんじゃないかぐらいな勢いだったんですよ。まあ人による、ね、すいません、通訳のその人の何タイプによると思うけど、やっぱり通訳ってさ、要約されちゃうから、まあ全ての、うん、自分の言いたいことが伝わってるのかなっていう疑問もあったから、私は通訳はつけなかった、今もつけてないです。というわけで言語問題ですね、言語問題が、不安な方はちょっと考えた方がいいかもしれない。次、デメリット5、
親が日本からヘルプに来ない場合は一人で出産後、まあ、出産前後何でもやることになるってことです。はい。これ私だけかもしれない。皆さんの先輩のような話聞いてると、大体日本からご両親とかね、ご家族の方ヘルプに来てるんで、皆さんにとってはこれデメリットじゃないかもしれないんですけど、うちはですね、事情がありまして、来ないので日本からヘルプが、私、産んだ後ですね、一人で子育てすることになります。まあ、夫とね。子育てすることになるんですけど、先ほどメリットで言った通り、私は、一人でやるの無理なので、エンフェルメラね、プロの看護師を雇って生活をしようと思っております。はい。というわけで、親が来れないとか、家族がヘルプに産後来れないっていう方は、先ほど言った通り、ニニエラとかエンフェルメラとか、看護師、保育士を家に雇うみたいなことをしなきゃいけないので、ちょっとこれデメリットかなと思います。次、デメリット6、出産費用を保険が効くかということですね。これ出産費用の他に、この検診の費用とか妊婦検診の費用とか、あと血液検査とか尿検査とかの検査の費用とかも含め、こういったこの出産までのこの費用を会社の海外医療保険がどこまでカバーするのかなっていうのを事前に調べる必要があります。これね、大きく分けて私が皆さんの話聞く限り3つのパターンがあって、1つ目が簡単で、会社が全て負担する。だから要はこちらから一切お金を払う必要がないパターン。で、パターン2が、これうちのパターンなんですけど、検診費用とこの検査費用は日本で同じ医療行為を受けた時の3割負担、要はなんか健康保険の3割負担ぐらいの分で収まるよと、要は全額じゃなくていいよっていうパターンで、出産時に関しては、これはですね、出産って日本も一緒ですけど、普通分娩だと保険効かないじゃないですか、健康保険外なので。実際に普通分娩でかかったメキシコの出産費用引く出産一時金のこの差額を健康保険の3割負担にしますよっていう、まあこういう3割だけでいいよとか、そういう一部だけ払えばいいパターン。で、最後の3は、出産ってさ、結局病気じゃないから、帝王切開にならない限り、まあ、検診の費用とか検査費用とか、出産費用、その他もろもろ、会社は負担しませんよと。要は全部自分が負担しますよっていう、この3つのパターンがね、あるのよ。だから、もしメキシコで産むって決めるんだったら、まずはご自身の、ご主人の会社に、どこまで負担してくれるのかなっていうのを事前に、聞いた方がいいですね。じゃないと、メキシコの医療費って高いんで、保険効かないと、これはですね、出産費用とか、検診費用、その他もろもろ、会社の保険がどこまで効くのかというのは必ず確認するといいと思います。デメリット7。これ出産後の話になっちゃうんですけど、子供が生まれた時のパスポートの申請、そして出生届の申請、これが非常に面倒くさい。はい。この手続きに関しては私実際やっていくので、また別の動画で詳しく説明しようと思うんですけど、ざっくり言うとこんな感じです。というわけで、この日本と比べてメキシコでこういろいろ申請しようとすると、パスポート申請しようとするとすごい書類をね、集めなきゃいけないっていうのが、私すごい面倒くさいなと思いました。うん。はい。というわけで、デメリットの方がね、ロゼッタさん多いじゃんって思うかもしれないんですけど、はい。私は、正直デメリットの方が多かったんですが、じゃあなんでね、こんなデメリットが多い中、ロゼッタはメキシコで産むと決めたのかというのをですね、ちょっと話していきたいと思います。大した理由じゃないんですけど、まず一つ目は、まあね、こうやってね、YouTube とか Instagram で、こう、大変なカオスのメキシコ生活を送ってる中で、はい、授かった子なので、じゃあメキシコで産むべきじゃないかなと思って、はい、日本に帰らないでこのカオスなメキシコ生活頑張った中で生まれてきた子供だったらもっと面白いんじゃないかなと思って、はい、ただそれだけの理由、はい。まあ、っていうのとね、メキシコで生まれた子っていう、まあ、思い出になるかなっていうのがまず一つですね。はい。
次、二つ目の理由が、まあ、これはね、夫の願望だったんですけど、メキシコで産むっていうのはね。夫はですね、実はシンガポール生まれの人間でございまして、なぜかというと、夫のご両親がシンガポール駐在中に生まれた子供なんですよ。だから、シンガポール生まれなのね。だから、夫も自分の子供がメキシコ駐在でできたんだったら、メキシコで産みたいっていうね、ただそれだけの理由。はい。その時私言いました。産むの私だし、苦しむの私だし、こんなお腹大きいの大変なの私だしってめっちゃ言いましたよ。はい。一言やんって言ったんですけど、まあまあ、でも経験としていいかなと思って、まあメキシコで産むことを決めました。うん。というですね、なんかすごいポジティブシンキングな、明るい理由という、とりあえず産んどこうみたいな感じで決めちゃったロゼッタ夫婦なんですけれども、実はですね、もちろん夫の会社の人間にも、日本のお友達にも、日本で産んだ方がいいんじゃないって何回も言われました。はい。それは、まあ、医療の面だったり、まあ、出産費用のことかな、もう心配してくれたし、私が一番面白かったのが、夫の会社の上司ね、常務が、言った言葉が面白すぎて、その常務がポロッと言ったことが、いやー、アメリカで産んだら、そのアメリカのパスポートをね、もらえて、今アメリカのパスポートって結構いいパスポートじゃないですか、日本と一緒で。でも、メキシコのパスポートを取って何の意味があるんですかって聞かれたんですよ。で、いやと、その上司に、別にパスポートを取りたいから産みたいわけじゃないんですって言ったんですけど、そのメキシコのパスポートって、例えばアメリカに行くにもわざわざビザを取らなきゃいけないとか、まあその入国するのにね、結構ビザを必要とするってあるじゃないですか、メキシコって。だからそのパスポートの効力の面で、その会社には、なんでメキシコで産むのって逆にすごい言われて、なんか、日本の方ってそういう風に考えるんだっていう、まあ、思い出がありましたね。うん。まあでも結局さ、誰に何を言われようが夫婦で決めることなんで、日本で産むのか、メキシコで産むのかっていうのはね。なので、ご夫婦でね、しっかりご家族で話し合って、どっちで産むのか、日本なのかメキシコなのか決めてみてください。最後、4、出産費用について、先ほどデメリットでも話を出したんですけど、これですね、まず保険がどこまで効くのか、自分の実費、自分からの支出、どれぐらい払わなきゃいけないのか、これはですね、本当に事前に確認しないと大変なことになりますので、ご注意ください。ちなみに先ほどは、その日本の会社の、健康保険プラス海外医療保険の話をしたんですけど、メキシコのですね、その会社の現地の保険っていうのも多分皆さん駐在員入ってると思うんですけど、うちの夫も現地のメキシコの会社がメキシコの保険に入ってるんですね。で、それがですね、出産をカバーするものもあるらしくて、うちはですね、IMSS っていう公立の病院、私立病院っていうのかな、だと出産費用がね、保険適用になるからそこまでお金払う必要ないって言われたんですけど、まあ、ちょっとね、私立病院行くのはちょっと怖かったから私の選択肢にはなかったんですけど、まあ、とにかく皆さんが使える保険、駐在員が使える保険、日本と、日本の会社のと、メキシコの現地が入ってる会社の保険、これ全部絶対調べた方がいいっていうのと、これ参考までに、病院によって全然値段違うよっていう話をしたいので、ちょっと、私が今のところ、出産前ですけど、出産前におおよそいくらかなっていうのを計算した、表をお見せしたいと思います。まずね、分娩費用に関しては、主治医のアシスタントが値段を教えてくれます、事前に。おおよそのね。で、これね、メキシコで面白いのが、支払いがね、病院と主治医と別会計なんですよ。面白いでしょ？めんどくさいよね。そう、別会計なんですけど、まずこれが主治医に払うお金ですね。今んとこ3万ペソって言われてます。で、この内容、やる内容はこれです、みたいな感じで書いてあって、で、ここに書いてあるでしょ？病院関係の、まあ、費用は入っておりませんと。で、これは3万ペソはもう主治医にそのままバーンっていく。で、こちらが病院に払うお金で、これね、ホスピタルが4つ書いてあるんですけど、私の主治医はこの4つで
あの埋めるよって言われてて、まあ、私はオスピタルアンヘレスで検診とかしてるんで、まあここの費用はこれぐらいですよという感じで計算してみると、まあ、こんな感じのエクセルの表になったんだけど、その医者に払う値段、あと病院側に払う値段の他に入院費と、あと小児科医とか子供預かり費とか、あと予防接種をその日に受けさせられるんだったら予防接種費用とか、まあ、その他もろもろね、かかってくる料金がね、事前のものよりもね、結構プラスにかかるらしいんで、まあ、ざっくり計算すると、まあ、5万ペソぐらいかなと思いますね。普通分娩でね。うん。で、帝王切開だと、7万ペソぐらいいくんじゃないかなって思うんだけど、保険適用になるからもっと安く済むかなっていう予測をしてます。実際に私がかかった値段っていうのは、別動画で紹介したいと思うので、余裕があったら、はい、そちらまでお待ちください。でね、他の駐在妻さんのご経験もちょっと聞けたので、シェアしたいと思うんですけど、ヒレ太郎に日本人御用達のね、病院があるらしいんですけど、はい。桁が違って高いということを教えてもらいました。はい。皆さん見てください。10万ペソ、余裕で超えてますね。20万ペソぐらいするので、ね、すごい高いね。っていうね、病院によってはすごい高いところもあるので、お気をつけくださいというところですね。はい。というわけで、この出産費用に関しては、出産をね、決める前に、事前にアシスタントの方に、この主治医で、この病院で産む場合は、どれぐらいの費用かかりますかと。必ず確認しましょう。はい。で、病院とか医者に払う以外にも、小児科医に払うものとか、その他もろもろね、追加で料金足されるので、その辺も詳しくね、病院によって違うから、確認してから、メキシコ出産はね、考えた方がいいと思います。はい。というわけで、ロゼッタですね、1週間後に、子供を産むわけですけども、そんな心境の中、メキシコで産むメリット、デメリットについて、また費用についてですね、語ってみましたが、いかがだったでしょうか。今回紹介した意見っていうのは、あくまでも私が感じるメリット、デメリットなので、もし皆さんがね、出産をメキシコで経験されていて、まあ、こういうメリット、デメリットがあったよ、などあれば、ぜひぜひコメント欄で教えてください。というわけで今回の動画をここまでにしたいと思いますが、出産後に、まあ、出産の様子と実際にかかった出産費用と、あとパスポートもろもろの申請の様子、まあ、この辺も動画で上げていきたいと思うので、まあね、子育てしながらどれぐらい YouTube 編集できるかわかんないんですけど、何かしらの形で、YouTube でできなかったら、まあ、Instagram かなんかで上げてると思いますので、ぜひそちらも参考にしてみてください。というわけで今回の動画が役に立ったよと思いましたら、いいねボタンよろしくお願いいたします。そしてチャンネル登録もぜひぜひよろしくお願いいたします。この度、ロゼッタのチャンネルでは投げ銭機能がつきました。このような表示になっておりますので、過去の動画でも投げ銭できるようになっております。ぜひね、ロゼッタの動画役に立ったなと思ったら投げ銭お待ちしております。それでは。